皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。トッサン TV、トッサンでございます。さあ、本日も始まりました、トッサン TV でございますが、本日は、コロナ起源説で、アメリカを痛烈に批判しているスイスの学者さんがいるそうで、スイスがですね、この学者さん、スイスで見当たらないので、ぜひ探してほしいと言っておりますので、探しました。では参ります。今ですね、中国の外交、私は大失敗を続けているというふうに思っています。なぜかというと、どんどん自ら敵を増やしているからということになりますね。なぜかといえば、その態度が悪いのもそうなんですが、情報が不確かというのもありますね。とても信用できないというイメージを世界中に発信しているということになります。そういった意味で、現在中国の信頼度どうなっているのかなというところから話を始めていきたいと思います。まずはこちらご覧ください。大紀元さんですね。中共が巨額投じて国際宣伝しても良くならない対中印象という記事でございますけれども、6月の30日ピューリサーチの方がまた中国とアメリカの好感度とかですね、現在どれぐらい肯定的なイメージを持たれているかというそういうアンケートをしたんです。ちょっとピューリサーチの資料こちらになりますね。はい、こちらなんですけれども、アメリカと中国どちらに対して好感度を持っているか、期待感があるか、好意的かというその数字なんですね。それが各国の数字で出ていますが、青がアメリカ、緑っぽいのが中国になります。もうアメリカの圧勝といった感じですね。唯一中国の方が多いのがシンガポール。シンガポールはこれ以外の全てのアンケートでだいたい半々ぐらいで割れてます。華僑が多いのでお国柄じゃないかなというふうに思いますが、中国に対して好意的ではないというですね、逆に言うと好意的だというパーセンテージが最も低いのは、やりました。我が国日本ということですね、健全に進んでいるなという気がいたします。わずか 10% しか好意的な人はいないということになりますが、アメリカに対して好意的な人も日本 71% ということで、まあアメリカに対しても警戒感を緩めていないということで、まあ見事なバランスなんじゃないかな、我が国はというふうに思いますね。中国に関しては、まあ、もう 5% ぐらい減っても、私的にはいいのかなという気がします。他の国も、おおむね 60% 以上の国が多いですね。ということで、まあ、アメリカの方を信用している。で、中国の方で 50% 超えている国というのは、ギリシャとシンガポールだけということになります。おおむね 20% 台とかですね、そんな感じなんですね。信用がどんどん落ちていっているということでございます。他のアンケートでも面白いのがありまして、こちらご覧ください。こちらですね、今後中国とアメリカどちらの国との経済的な関係を強めるべきかというアンケートなんですよ。どっちと経済的に仲良くしようかというところなんですけども、これもですね、なんと蓋を開けたらもうダントツアメリカでした。ダントツアメリカ。おそらくですね、バイデンさんのまあ、巨額のインフラ投資とかですね、まあ 3.5 兆ドルって言われてますけれども、環境問題ですね。気候変動問題とか、まあそういう系のやつですよね。あれで本当に経済が良くなるのかどうか分かりませんけれども、ただですね、お金、莫大に予算組んでますので、そこへの期待があるのかなという気がします。しかしながら逆に言って、中国への期待の小ささというのが浮き彫りになったかなという気がしますね。ここでもシンガポールだけはまあこんな感じになっているということでございますね。はい。なので、まあ、今後やはり中国のお金の魅力はあっても、まあ、儲けられるなら一時的に関わりようぐらいな国際社会のノリなんじゃないかなという気がします。で、このピューリサーチの中で、さらに面白いデータが出てました。こちらご覧ください。はい。これですね、国ではなくて、指導者にフォーカスしたリサーチということになります。習近平さんとバイデンさん、どちらに対して肯定的かという、そういうアンケートの結果でございます。バイデンさん圧勝ということになりますね。日本でもバイデンさん肯定的な人 73% もいるんだということでちょっとびっくりしましたが、私は残りの 27% に入ってしまうかなという気がしますけれども、習近平さんに対する肯定的なイメージが、アンケートを取られた国の中では本当に少ない。ここでまたシンガポールだけ 70% で、まあ五分五分になっているんですが、まあここは入れなくていいと思います。はい。それ以外のところを見ていたけども、歴然とした差が開いている。で、バイデンさんが高いのはどうでもいいんですけれども、問題は習近平さんが低いことということになりますね。
はい、現在ですね、中国では北戴河会議というのが開かれているはずです。4月30日に道路規制なんかも引かれたというニュースが出てきて、そこからですねピタッと情報が出なくなりました。ということは多分開かれてるんじゃないかなと思います。北戴河会議というのは中国のいろんな派閥とかの長老たちが集まって、これから先の中国のまあ政策のグランドデザインを話し合う、そういうまあ非公式の会議になりますね。一応言われているのは、まあその休暇と称して北戴河というところに集まって、そこで実は話がされているというふうに言われていますが、非公式なので全く情報が出てこないんですよ。ただ中国の政策決定の流れっていうのは、この北戴河で一番お偉いさんたちで調整をして、摩擦がなるべく起こらないようにして、具体的内容は10月に共産党が決めて、で、年が明けてから全人代で立法府で可決して承認するっていう、そういう流れになってるんですね。その大元の調整する会議が北戴河ということになります。で、現在メディアではですね、習近平さんが強すぎて、北戴河あんまり今年は意味なさないだろうという話になっているんですね。ところが先ほどのアンケートの結果を見ると、習近平さんの評価って国際的にはイメージ全く良くなってないじゃないですか。習近平さんこの前に、中国のもっとイメージを良くする、尊敬されて、友好国が増えるような、そういう情報発信をしていきなさいという指示を出したばっかりなんですよ。数ヶ月前に全く効果が上がってないということになりますね。で、こういった中にですね、どうもその中国の国内での権力闘争の匂いを私は感じ取るんですけれども、情報が全然出てこない。なので、怪しいなっていう目でちょっとウォッチを続けているというような状況でございます。なぜ習近平さんのイメージが上がらないかといえば、中国の態度や、あとはですね、戦狼外交といわゆるその言説、そして出してくる情報が嘘であるというところでいぶかしく見られている。つまり信用を築くようなことを何もしていないから、逆に崩すようなことばかりしているからということになります。その実例をポンポンポンとご紹介させていただきたいと思います。まずはこちらですね。はい、ニューズウィーク、台湾代表所設置のリトアニアに中国が逆上。頭がおかしくてちっぽけで、危うい国と罵倒と。ものすごい罵倒をしております。リトアニアが台湾に、事実上の大使館であります代表所を設置することを決めました。これに中国が反発しておりまして、リトアニアの大使館も引き上げるというのが発表されましたね。で、さらに、中国にあるリトアニアの大使館員も本国に戻せという要求も中国はしております。完全にまあ外交関係の連絡をもう断とうじゃないかということで、リトアニアを脅しているんですけれども、そこで言っているセリフというのがやはりよろしくないということになりますね。先ほどタイトルにあったように、頭のおかしな小さな国で地政学的な危険に満ちているというようなことを言ってるんですけれども、実はそれ以外にもリトアニアのような小国が大国との関係を悪化させる行動を取ることはどしがたいことだってことを言ってるわけです。お前らみたいなちっぽけな国が偉そうなこと言うなってことを言ってるんですね。とんでもないこと言ってまして、確かにリトアニアという国は小さな国でございます。バルト三国人口280万ぐらいかなぐらいしかいません。だけどもリトアニアという国は EU 加盟国であり NATO 加盟国なんですよ。なのでリトアニアの仲間を刺激することになるので、こんなことは絶対言うべきではないんですね。大使館引き上げるとかいうのは、それはまあそれで中国としてまあ抵抗を示さなきゃいけないので、やるならやるでいいんですけれども、こういうことを添えると EU も NATO もですね、もう反発せずにはいられなくなってしまう。わざわざこういう一言をつけているということになりますね。次にこちら、はい、大紀元さん、中国大使館嘘をついて日本大使を個人攻撃、 ABC 報道というニュースでございます。 ABC 報道の ABC というのはオーストラリアブロードキャスティングコーポレーションですね。オーストラリア放送協会というオーストラリアの公営の放送になります。一応全国だそうなので、 ABC で報道されたということはオーストラリア全土に一応放送されたことにはなるんじゃないかなというふうに思います。で、これ何が起こったかと言いますと、7月21日オーストラリアの全国記者クラブ、この記者クラブに、駐オーストラリア日本大使の山上慎吾さんという方が出て、記者と応対してるんですね。で、その中で、中国とオーストラリアの関係について途方もない圧力を前にしても一貫性、原則性、弾力性のある方法で対応しているということで、現在のオーストラリアの頑張りというのを高く評価したということなんです。当然クワッドの仲間でありますので、この評価というのは日本としては正当ということになりますが、これに対してですね、中国が
駐オーストラリア大使館の公式ホームページで噛みついたということになりますね。駐オーストラリア中国大使館のホームページ、こちらでございますね。はい、これ日本語訳かけてありますけれども、中国大使館のスポークスパーソンの発言というところで、大使館の公式ホームページに載っているものでございます。最近、駐オーストラリア日本大使は、中国に関していくつかの厄介な発言をしました。山上さんの発言ということですね。少し前のキャンベラの外交行事で、彼は第二次世界大戦における日本の軍国主義者による残忍な侵略と残虐行為を白塗りし、さらに美化しようと露骨に試みました。彼がその場で中国大使に激怒したのは当然のことです。中国大使を夕食に招待するという彼の申し出は丁寧に断られたということが書かれております。で、これどういうことかというと、その場にですね、この駐オーストラリアの中国大使、中国人の大使の人もいて、そこで山上さんとやり取りになったということが書かれているわけですね。で、これもう嘘だらけで、まずですね、山上さんの発言というのは第二次世界大戦には全く触れておりません。なんでこの部分がまず捏造ということですが、そしてこの全国記者クラブの会見に、中国の大使館は呼ばれておりません。中国大使はいません、この中に。なのでその場のやり取りは全く発生しないんですね。ほぼすべて捏造です。これを公式のホームページに載っけたのは ABC ニュースに見つかってしまって、それで、オーストラリア全土に放送されたということになりますね。はい、ということです。では最後参りましょうか。こちらでございます。はい、時事 .com でございます。米批判の生物学者は架空スイス大使館が存在して中国という記事でございますが、他のメディアでももういろんな記事が出ておりますね。中国がコロナ起源説で今アメリカに攻め込まれておりますね。武漢が起源、そして武漢ウイルス研究所から漏洩したんじゃないか、議員さんの中には人工に作られたもの、生物兵器なんじゃないかということまで言う人がいて、中国攻め込まれております。アメリカのみならずなんですけどね、世界中から攻め込まれている状況でございますが、中国がなんとかこれを跳ねのけようとしてデマだデマだと言っている。そこで中国人のみならず、スイスの高名な学者であるウィルソン・エドワーズという学者さんがですね、アメリカの主張を科学的に批判して論文まで書いているんだということで、これを拡散していたんですね。ところがスイスが、ウィルソン・エドワーズっていう人がスイスにいないんだけど、これどういうことっていう話になって、北京にあるスイス大使館がツイートをしたという話なんです。じゃあ、スイス大使館のツイート、こちらでございます。はい、ルッキングフォーウィルソン・エドワーズから始まりますね。ウィルソン・エドワーズさんを探してというところから始まるわけでございますけれども、中国が今ソーシャルメディアとか報道機関で、この生物学者の主張というのをいっぱい垂れ流しているけれども、この人が、存在しないと、もし存在するなら会わせてほしいということを言ってるわけです。で、これはもう偽のニュースなので、まあ削除してくれと、いろんな投稿してるけど、それ削除してくれよっていうことをお願いしている、そういうツイートなんですね。で、面白いのがその下にですね、ご丁寧に中国語に訳してまでですね、スイスの主張というのを述べております。三つ述べられているんですけれども、一つ目が、ウィルソン・エドワーズという名のスイス人は実在しないと。二つ目が、この名前で書かれた生物学の学術出版物も存在しないと。で、三つ目が、この Facebook アカウントは数日前に作られたばかりで、友人は三人だけ、投稿はこの一件だけであるということで、デマだということをスイスが言っているということでございますね。本当にこれデマなのかということなんですけれども、実際 Facebook のウィルソン・エドワーズというアカウントは、探せませんでした。多分もう消されてるんじゃないかなというふうに思いますが、Twitter を見ていきますと、そのアカウントのですね、スクショみたいのがあって、この人でしょっていうので出してくれてる人がいたんですね。それがこの人でございますね。はい、ウィルソン・エドワーズさんでございます。おそらくこれが Facebook のまあページになるのかなというふうに思います。もしこれが、元々のウィルソン・エドワーズさんの Facebook のページじゃなかったら、まあ私の言ってることはごめんなさいということになりますが、まあデマはデマなので、まあちょっとこのまま話進めていきたいなと思います。でですね、この人一体誰なんだろうと思いましたところ、中国人の方がこの人じゃんということで紹介してくれておりました。こちらご覧ください。はい、これですね、ジンカラという、なんか肥料だか農薬だかわかりませんけれども、そういうまあ畑とかに撒くようなものみたいですね。
このパッケージに出ているこの外国人の人、この人じゃないのということなんです。まあ見てみてもそっくりですよね。で、これがですね、例えばなんかの、まあ偽造で作られているようなですね、ものであったらいけないということで、他も探してみましたら、はい、こちらですね、大パックも出てきまして、さらにこちら、クッションなんかのグッズまで売ってるということで、確かにこれはジンカラという、そういうものなんだろうなという、そういう商品なんだろうなということが確認できたわけでございます。で、じゃあこのジンカラのこのパッケージに載ってるこの人誰なんだということなんですが、この人ですね、ウェーリン・ボスという博士だそうですね。ウェーリン・ボス博士。何やら高名なですね、その化け学的な分野の博士なのかなというふうに思いますが、非常に威厳があってですね、賢そうな博士でございます。じゃあウェーリン・ボスという博士一体誰なのかなということで調べてみましたら、なんとこの博士ですね、インターネット上にあるフリー素材の顔だそうでございます。スイスの皆さん見つけましたというニュースでございました。ご視聴ありがとうございました。